おはようございます。じゃあ今日は日光ドリフトビクトリー第3戦最終戦でございます。あれ倉持がいないじゃん今日。どうしたの倉持、どうしちゃったんですか。なんで俺がいるのって話。いや復活おめでとうございます。車休んでて、休んでる間にパワー上げたんでで復活と思ったら体がちょっとブローして、そっから人も打った。素晴らしいですね。いや倉持はちょっとあの車がブローしたんでクラッシュしてしまったんでね。じゃあそれなんで、まあ、あの僕もあの緊急事態宣言もコロナも収まってきたんで、あの振り出しも自粛してたんですが、ちょっと振りすいません。はい、というわけで、今日は崖立てから2台走りますんでよろしくお願いします。楽しい、それが一番大変なんですか。年取ると楽しいのか。楽しいですよ。楽しいですよ。もう彼らの時代ですよ。はい、今日は助かってくださいね。ありがとうございます。
ったもんでしょう。とりあえず回ってったからスピンしないで済んだのは良かったけどっていう感じかな。いや難しいね。楽しかった。完全に走行会みたいで走ってる。今油断してマイク上げてましたから。20代7分終わりじゃないですか。参りました。というわけで、はい、のどかなピクニック日和でございますが、今お昼ぐらい、ちょうどまだ12時ですね。半分だけど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの終わりでございます。ありがとうございます。見ていただいたように一次予選でまさかの下位で変な争い方をするという。23位と24位。そんなもん。なんでそこでバトってんの？そう、バトル位置が違うんですよ。というわけで今年も。我々はシールをもらえず、クラムチだけが決まりましたよ。これ最終戦だから、最終戦ですから。2021年終わりでございます。はい、今年の日光ドリフトビクトリーの結果はクラムチが唯一シールをゲットできたということで、ポイントが11ポイントだか、このぐらいだっけ。我々もちろんノーポイント。はい、とにもかくにもゼロ。ゼロポイント。まあ来シーズンこそは、前シーズンも言ったけど、そうっすね。来シーズンこそは、そうっすね。じゃあまた次回も頑張っていきましょう。次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。調子悪くないよ。いつも通りっていうか、もうあれがもうフルです。フルで、俺なりに俺乗ってブーンって、あの今回ほら電話もないし YouTube も見れないじゃん。だからもう音楽って自分の閉鎖空間作ってたのね。で自分でこう1本目走り終わって、しゃとりあえず決めました、一次予選ありがとうございますって言ってやってるからね、この辺で。